さんこんにちは、松かなチャンネルの松本かな子です。今日も一日一曲見に来てくださりありがとうございます。今日も高林三直食堂のお隣で一日一曲チャレンジしてみたいと思います。先に今日は、ね、告知させていただきます。5月の21日土曜日ですね、ここのステージの上で那須三直フェスティバルというね音楽イベントが開催されます。第1回目、毎日ね宣伝しているのでもう皆さんね分かってると思うんですけれども、入場料が1000円で、11時から19時で、チケット料はね高校生からだから中学生まで無料ですね。無料で見に来れますので、音楽好きな、地元のね小学生中学生見に来ていただければなと思います。なんと入場料払っていただいた方にはですね特典、お米 300g のね J ナストさんが協賛してくださって、お米と牛乳パックがいただけますので、先着なのでね早めに来ていただければなと思います。1日ねこの1000円の、ね、入場料払っていただければちょっとね1日楽しめます。で当日はですねキッチンカーワサンドさんが来てくれます。キッチンカーもありますし、隣にね高林三直食堂のラーメンも食べれますので、ぜひぜひ1日楽しい音楽イベントになると思うので、ぜひ遊びに来てください。それでは今日チャレンジする1曲はですね、こちらのオーナー主催者の大田原さんよっくんのリクエストですね、踊り子という曲にチャレンジしてみたいと思います。こちらの曲は1983年の8月の25日村下さんのデビュー4年目の6枚目のシングルとして発売されました。このタイトルは踊り子は、このタイトルね踊り子というタイトルはプロデューサーの須藤明さんが駅でこのねデモテープを聞いている時に、なんと伊豆に向かう列車踊り子号が滑り込んできた時にこれ聞いたということで、この踊り子というタイトルがついたみたいですね。すごい不思議なねエピソードなんですけれども、すごく素敵な曲なので聞いてください。村下幸三さんで踊り子。答えを出さずにいつまでも暮らせないバス通り裏の路地行き止まりの恋、どこかに行きたいリンゴの葉が咲いてる暖かいところなら、どこへでも行く翼切れたたまま愛を愛してきた南向きの窓から見ていた空が踊り出す、くるくると軽いめまいの後写真をばらまいたように心が乱れる、ララ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 ラありがとうございました。松かなチャンネル登録、そして高評価ボタンよろしくお願いします。いやーすごい素敵な曲ですね。このやっぱり E マイナーね、マイナーコードで始まる曲が好きです。ねこのオーナー大田原さんもねギター弾き語りするします。なんと松かなはね6時ぐらいから歌うんですけれども、その前に大田原さんが弾き語りそしてトークしてくれますのでね、お楽しみにしていてください。ベタースタンスさん地元のねアーティストもねその前にやったりして、もう地元とあと千葉のねこの交流ある千葉の九十九里の方からね来てくださるんですけれども、コラボレーションぜひぜひ、音楽好きな方集まっていただければと思います。音楽がねそうでも
ないって人でもね楽しめると思いますので、ぜひ遊びに来てください。それではまた明日。